ここはね、一大コケコロニーですね。見てください、ここまずね、ここがね、砂ゴケですね。そしてこの下がね、これがひじきゴケですね。砂ゴケはですね、こういう道路のね、ここ側溝の蓋の部分ですけどね、こういうところも結構ね、見事ですね、ここもね。入るんですよね、これね、砂ゴケと、あ、ひじきゴケも混じってますね。はい、今日はね、田舎のね、農道脇のね、絶品のね、美しい苔を紹介したいと思います。でね、岩、石垣ですね、こういうところにこうね、活着することが多いですね。色もね、こうね、中心の辺がちょっとこう茶色くなるのが特徴ですね。苔としてはね、結構中型サイズでね、ボリュームがありますよね。このね、ビロードっぽい感じのね、肉厚の感じがね、とっても、存在感のある葉ですね。こちらもまたね、苔界ではとってもね、有名というかね、身近にある苔としてはね、とてもね、有名な苔ですね。これは砂苔ですね、砂苔。星の形がね、こうね、葉っぱがね、放射状に開いて、とっても綺麗な苔ですね。大きさはね、あまり大きくはないんですけどね、よく見ると本当にね、この苔、本当にね、この星の形が本当に綺麗な苔ですね。こちらまた素晴らしいな。ね、砂苔と灰苔のこれはね、共生ですね。見事にね、葉っぱ開いてますね、ここはね。はい、こちらはですね、先ほどのね、砂苔とちょっとよく似てますけどね、これはですね、ひじき苔ですね。砂苔よりもちょっとね、小さくてね、そして葉っぱがこう平たい感じですよね。そしてね、軸がね、少し赤くなる、そういうね、特徴がありますよね。大きさもね、これもね、小さい苔の一つですね。これね、なぜひじきっていうかっていうとですね、この辺ね、こう乾燥してね、葉がね、閉じてますよね。こういうところがね、まあひじきみたいということでね、この名前がついたそうですけどね。ひじきゴケですね。もうひじきゴケ、この石垣ね、いっぱいひじきだらけですね。そして本当にこれひじきみたいですね。はい、この辺りはひじきゴケとね、矯正してますね。はい、あ、こちら行くとですね、白っぽいね、これ地衣類ですね。また苔とは違うんですけどね、こういう石垣ではね、こう矯正していることが多いですね。こういう地衣類ですね。石垣はね、こう先端がちょっとね、こうやってね、先がね、まだ開ききってないものがね、ありますね。そしてこちらが灰苔ですね。苔の大コロニーですね。はい、いいもの見つけました。ここはね、分かりやすいですね。こちらのグリーンがね、ちょっとね、鮮やかの方は砂苔、そしてこちらのね、ちょっと茶色っぽいものがね、これがひじき苔ですね。ここは見事にね、共生してますね。この辺もね、はい、先ほどの道よりね、少しね、広い県道ですね。こう両サイドはね、こうやってね、これはね、杉の木か、これはね、小壺さんですね。小壺苔ですね、これね。はい、この辺もなかなか見事ですよ。はい、小壺苔はこうやってね、こう横にね、こう這う部分とね、立ち上がる部分があるね、そういうちょっと面白い苔なんですけどね。はい、この辺見てください。もういっぱい小壺さんだらけです。意外にね、こういうところでもね、小壺苔は出会えるんでね、都会でもね、こういうね、ちょっとまああまり日向にはありませんけどね、こう日陰になったような道でね、出会うことがあるかと思いますのでね、一度探してみるのも面白いと思います。これもね、なかなかいいですね、これね。はい、これが立ち上がる部分ね。この辺にもちょっと違う苔がね、ありますね。これは何かな、ねじ口苔かな。そうですね。はい、それからこちらが
バーがね、こう横へ這う部分ですね、これがね。はい、こういう2つのね、部分がね、この骨棒苔はちょっと特徴的な苔です。はい、ここにもね、グリーンが目に入ったんでね、ちょっとね、調べたいと思いますがね、これは何だろうな。結構ね、大きい苔ですね。あんまりなんかね、ちょっとパッとね、出てこないんですけどね。この辺はまたちょっと変わってますね、苔がね。何苔なんでしょうかね、これね。この辺は2種類こう回ってますね。これは銀桶かな。先がね、銀色になってますね。はい、これはね、細い桶だと思うんですけどね。いや、ちょっと待って、難しいですね。